はい、こんにちは、オリド学です。今日はですね、この車を紹介したいと思いますが、1995年式の R33GTR、 まあなんかね、僕にあの GTR ってちょっと珍しい感じもしますが、R33GTR です。 V スペック、恐ろしく綺麗です。めちゃくちゃ綺麗ですね。真っ白、本当に純白な真っ白で、でニスモのフルエアロがついてるんですね。フロントバンパー、サイドステップ、ガラスとかも本当に綺麗。本当にね、このオーナーが大切に乗ってきた感じがめちゃくちゃ車から出てますね。うん、サイドステップでしょ。でリアのバンパーね。多分これマフラーはニスモだと思うんですが、この丸いマフラーはね。サザン GTR の V スペック。はい、まず運転席からね。見てください。内装もすごい綺麗ですよ。だいたいマットとか見ると本当にそのオーナーがどういうふうに乗ってたかってすごい理解ができるんですが、でこのクッションも引いてあるんでね、シートも純正シートですけど、すごい綺麗ですよ。すごい状態がいいです。本当に綺麗ですよ。中ももちろん天井のたるみもないですし、ステアリングはナルディで変わってますね。はい、すっごい綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗ですね。まあ、エンジンルームはね、もう1995年の車なので、だいぶね、こう塗装が剥げたりとかしてますが、エンジンはもう絶好調です。後でちょっとドライブシーンをお見せしますが、はい、非常に調子が良くて、でね、とにかくすごいのがこのオーナーが、今このオーナー10年ほどこの車両を所有しているらしいんですけど、このようにね、しっかりと保証書から取扱い説明書、そういうのも全てついてあって、ここにね、すごくね、まめにね、全ての過去10年のメンテナンスしてきた全て日産ですね。すげえ。この納品書請求書がね、性格がすごい出てますね。出てますね。すごいですよ。まあ、だからそれだけこの車を愛して大切にそのお付き合いしてきた、うん、ただやっぱもう次のステージに行きたいということで、はい、ぜひこの販売とかこの GTR の新しいオーナーを探してくださいと。なるほど。ということで僕のところにこう問い合わせが来ましたので、この車ちょっと後でね、下回りも見せますが紹介したいなと思います。今ねちょっとリフトに上げてみましたが、すごい綺麗です。下回りの状態もすごくいいですね。距離的にはね、12万キロちょっと走ってるんですけど、はい、とてもね、非常に綺麗。フロントパイプはブリッツ、触媒はノーマルで、後ろのマフラーはニスモかと思ったら、これ富士壺でしたね。富士壺の車検対応マフラーで、ダンパーはこれ、ダンパーはクスコですね。クスコのサスペンション、車高調ですね。状態いいですね、非常に。めちゃくちゃ綺麗です ね、下回りも。95年の車ですからね、まあもちろんこういうとこ若干サビはメンバーに出てますけど、こういうとこってどうしてもね、こう水が行きやすいんでね、感出てますけども全く問題ないですね。というわけで、はい、ちょっとじゃあ軽くドライブしてみましょうかね。はい、エンジンもね、しっかりオイルメンテがされてるんで、すごい綺麗な音ですよ。すごくいい音。もちろん白煙もね、オイル上がりオイル下がりもないし、マフラーの音もね。はい、じゃあちょっとね、ドライブに行ってみたいと思います。GTR ね、結構ね、私には縁のない車ですからね。
ただやっぱね、この RB26 っていうのはね、憧れましたよ。若干ちょっとフロントからキシキシ音が出てるかな。まあこれダンパーの音だね、これね。スプリングのちょっとこうキシキシするような音はちょっと出てるかな。内装も綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗です。メーターもタコメーター、水温計などは直したらしいです。交換したらしい、新品に。メーター以外だって異常に綺麗ですよ。ね、メーターすごい綺麗だよ。この辺の雰囲気、インパネの雰囲気もすごい綺麗だ。この穴がもったいないな、これ。前もなんかありましたね、それ。これね、これ多分なんかきっとナビかなんかつけてたんでしょうね、きっとね。いや、すごい綺麗ですよ、この内張りとか。この辺のブーツは変えたんのかな、これ。多分そうなんですね。ね、ブルースのステッチでね、これ変えてありますよね。うん、いや、実はオーナーが後ろにいるっていうね。いや、シンプルだよね、当時のこの。1995年っていうと、もう平成か。平成7年、5年 ?7年か。岡田店長何年前？平成5年ですね。あ、じゃあ岡田が2歳の時の車だ。そういうことです。ってことは28年、28歳。28歳ですね。95年、28歳か、ちょうど。28歳か、28年前の車とは感じられないな。そうですね、めちゃくちゃ綺麗ですね、本当に。すごい綺麗だよね。クラッチも、純正の新品にオーバーホールされてます。非常にミッションのフィーリングもめちゃくちゃいいです。いい感じですね。やっぱね、GT-R って俺すごいでかいイメージあったけど、今こうやって乗るとあまり大きさ感じないね。コンパクトじゃないけど、昔我々がこう描いてた GT-R、 33GT-R の大きいなってイメージは正直今乗ると感じないな。最近でかい車はどんどん車がでかくなってるんで、ね、今でいうこのさ GR86 とあんま変わんないんじゃないの。確かに。すごいハンドリングもいいですよ。ブッシュとかも変えたらしいです。ブッシュエンジンマウント、はい、なのですごく乗り味がシャキッとしてる。シャキッとしてます。ステアリングのセンターバッチリ。もうストレートまっすぐ問題ない。この辺一番大事なところですからね。そうですね、ポイントですからね。これ5速ミッションですよね。どうせも6に入れたくなる。危険ですね。どうせも6に入れたくなる。6はバックだっていうね。いいね。しっかりしてきたと。先ほどちょっと見せましたが、10年の歴史のあれすごいですね。メンテナンスファイルがありますから。すごいですね。すごいことですよ。灰皿も使った形跡はないですね。距離が12万4千キロですね。車検は令和5年の6月まで。
あと2ヶ月、まあ、この状態だったら車検はすぐ通せるでしょ。そうですね、ブレーキのタッチもね非常にしっかりしてます。まあ、パッドはノーマルですか。ノーマルですね、はい、本当にね、オリジナルに忠実にメンテナンスされてる。クラッチもノーマル、クラッチも変えるって言うと大概こうね、そう車外のクラッチ変えやすいですけど、まあ、ノーマルをしっかり使うってところがオーナーのこだわりですね。綺麗だもん。はい、というわけで、ね、今日はねこの R33GTR V スペック、こちらの、委託販売車両を紹介しましたが、はい、非常にねオーナーさんまだ20代後半ですが、10代後半の頃に頑張って買って10年間こう大切に乗ってきましたが、ちょっと違うステージに行きたいということで、今回ねこの車をぜひちょっといいオーナーがいたら紹介してほしいということで、この車両を僕もチェックさせていただきましたが、ものすごく愛情のこもった素晴らしい GTR、本当に車から出るオーラ、実際に今乗ってもきましたが、非常に本当にメンテナンスがしっかりされている車っていうのを感じる状態だったので、本当におすすめだと思います。ぜひご興味ある方はご連絡ください。お待ちしています。